ジャスミン、ジャスマナム、グランディフロレム、ジャスモンサン類及びその類縁体は成長や光合成から生殖発生に至るまで幅広い植物の変化を制御する脂質ホルモンシグナル物質である。特に JA 類は接触に対する植物防御や貧しい環境情景及びその他の非生物、生物的ストレスに対する植物の応答にとって重要である。 フィクションに登場する話す木々を思い起こさせるように、植物は揮発性有機化合物として JA 類を放出し、植物間で危険への備えを取れるようコミュニケーションを取ることができる。1962年、ジャスミン・ジャスマナム・グランディフロレム由来のジャスミン油から、ジャスモン酸メチルが単離され、ジャスモン酸類の構造が明らかとなった。ジャスモン酸 7ISO、ジャスモン酸、ジャスモン酸、 メチルジャスモノイルエルイソロイシン 7ISO、ジャスモノイルエルイソロイシンジャスモン3類の構造ジャスモン3類はオキシリピンであり、葉緑体膜中に存在するアルファリノレン酸から合成される。合成は、アルファリノレン酸の12オキソフィトジエン酸への変換から開始され、次に還元と3段階の酸化により 7ISOJA が生成する。 アルファリノレン酸からアプダへの変換のみ、葉緑体で起こり、以後のすべての反応はペルオキシソームで起こる。JA 自身はさらに活性型あるいは、不活性型類延体へと代謝される。ジャスモン酸メチルは、植物間のコミュニケーションに関与している、可能性のある揮発性化合物である。JA は、アミノ酸のイソロイシンと結合し JA イルとなる。JA イルは、JA と同様により、 不安定なマイナス 7ISOJA イルとの平行状態にあるが JA イルに生物活性はなくマイナス 7ISOJA イルが現在唯一知られている JA シグナル伝達に必要な JA 類延体である。ジャスモン酸の生合成経路、ジャスモン酸類の生合成経路はブレディ・ビッグとダンチンマーマンによって明らかにされた。まず、 アルファリノレン酸が13リポキシゲナーゼによって13ヒドロペルオキシリノレン酸へと酸化される。次に13アレンオキシド合成酵素によってエポキシ化が起こり、12、13エポキシマイナス9、11、15、オクタデカトリエン酸となる。続いて、アレンオキシドシクラーゼにより12オキソフィトジエン酸が生成する。さらに十二オキソフィトジエン酸レダクターゼによる。 還元と酸度の β 酸化によりマイナス7、ISO、ジャスモン酸が生成し、最後により熱力気学的に安定なジアステレオマーで、ある、ジャスモン酸へのエピカが起こる。ジャスモン酸類経路の主要な構成要素一般的に、ジャスモン酸類シグナル経路中の段階は、オーキシ,ンシグナル伝達のものに酷似している。最初の段階はプロテアソームによって、 分解される陽器質に指チンを結合させる E3 指チンリガーゼ複合体からなる。2番目は生理的変化に影響する転写因子を利用する。この経路における鍵分子の一つは JA シグナル伝達のオン・オフスイッチとして働く JAS タンパク質である。JA が結合すると JAS タンパク質ファミリーは下流の転写因子に結合し、それらの活性を制限する。 しかしながら、JA あるいはその生物活性類延体の存在下では、ジャスは分解され、ストレス応答に必要な遺電子発現に関わる転写因子が有利する。ヌルコイ,イチミュータント植物では、ジャスの分解が起こらないため、コイ,イチタンパク質がジャスの分解を媒介していると考えられている。コイ1は、高度に保存されたカイボックスタンパク質に属し、基質を e 三。 最終的に形成されるこの複合体は SCF 複合体として知られている。これらの複合体は JAS と結合し、プロテアソームによる分解の対象とする。しかしながら JA 分子群の広いスペクトルを考えると、すべての JAL 円体がこのシグナル経路を活性化するわけではなく、この経路に関与する JA 分子の範囲は不明である。これまで、 7ISOJ いるのみが、濃い位置が媒介する JAS11 の分解に必要であることが示されている。7ISOJ いる並びに構造的に似ている類縁体は濃い位置 j a s 複合体に結合することができ、指基地無化及びそれによって起こる校舎の分解を促進する。この機構モデルによって濃い位置が JA シグナルの細胞内受容体として働いている可能性が高まる。 最近の研究では、コイ1ジャス複合体が J を認知する共存需要体として作用していることが明らかにされたことによってこの仮説が裏付けられた。具体的に、7ISOJ l はコイ1中のリガンド結合ポケット並びにジャス中の保存されたジャスモチーフの20アミノ酸部位の双方に結合する。このジャス残機はコイ1のポケットの線として作用し、 7ISOJL をポケットに結合した状態に保つ。加えて、濃い位チとイノシトールコリン酸との競争。ジャスから解放されると、転写因子は特異的な JAO 等に必要な遺伝子を活性化する。この経路で働く、最も研究された転写因子は、ミックファミリーに属する。ミックファミリーは、塩基性ヘリックスマイナスループマイナスヘリックス。 DNA 結合モチーフが特徴である。これらの因子は、相加的に作用する傾向がある。例えば、一つのミックのみを欠損した植物は、正常な植物よりも、昆虫の接触に対して、より感受性を示すようになる。三つすべてのミックを欠損した植物は、コイル一ミュータントのように障害に対して感受性となる。この植物は、JA 応答性を全く示さず、 接触に対する防御を開始することができない。これらのミック分子は機能を共有してはいるが、これらの発言様式や転写機能は大きく違っている。例えば、ミックにはミック3及びミック4と比較して根の伸長により大きな影響がある。加えて、ミックにはループバックしジャスの発言レベルを制御する。これらの転写因子はべて JA シグナル伝達後のジャス。 レベルに異なる影響力を有している。ジャスレベルは同様に転写因子及び遺伝子発現レベルに影響する。ジャスモン三類は植物において多くの異なるプロセスを制御しているが、障害に対する応答における役割が最もよく理解されている。機械的な障害あるいは接触に続いて、JA 整合性が速やかに活性化し、適切な応答遺伝子が発現する。 例えばトマトでは、障害によって、昆虫の腸における歯の消化を阻害する防御分子が、産生される。JA シグナル伝達の間接的結果としては、JA に由来する化合物の揮発分放出がある。歯に存在するメジャーは、近くの植物に空中を通じて移動し、障害を受けていない植物にも障害に対する防御反応を引き起こす。防御における役割に続いて、 JA は細胞お及び葉の老化にも関係している。JA は老化に関わる多くのキナーゼや転写因子と相互作用する。JA はまた活性酸素の集積を誘導することによってミトコンドリアによる細胞子を誘導する。これらの化合物はミトコンドリア膜を崩壊させアポトーシスを引き起こす。 植物は自ら細胞子を誘導することによって感染などがそれ以上広がらないようにしていると考えられる。JA 及びその類縁体はまた植物の発生、共生や以下の過程にも関与している。コロナチンの構造オプソイドモナスシリンゲイは植物のジャスモン酸類シグナル伝達経路を乗っ取ることによってトマトに細菌性反転病を引き起こす。 この細菌は3型分泌装置を利用し、ホスト細胞にウイルス性、エフェクタータンパク質のカクテルを注入する。この混合物に含まれる分子の一つが、植物毒素のコロナチンである。コロナチンは、活性型 JA であるマイナス 7ISO、JA いると、構造的に類似している。JA 非感受性植物は、P シリンゲイに高い抵抗性を示し、コルに応答しない。さらに、 メジャーを加えると、コルケッソン細菌の感染性を取り戻すことができる。感染された植物は、下流の JA 及び障害応答遺伝子を発現するが、感染特異的遺伝子のレベルは抑制される。これらのデータからコルは JA 経路を通じて作用し、ホスト植物を侵食することが示唆されている。障害応答の活性化は、病原菌に対する防御を犠牲にするという仮説が、 立てられている。JA 障害応答経路が活性化されると P シリンゲイはホストの免疫システムからの攻撃をかわすことができ、より効果的に感染することができる。ジャスモン酸経路は障害応答に重要であるが、植物の防御を伝える唯一のシグナル伝達経路ではない。最適ではあるけれども同時に効率的な防御を構築するため、 非生物及び生物的攻撃に対して特異的な応答をし、また微調整するためには異なる防御経路間でクロストークができなければならない。JA で最も研究された例の一つはサリチル酸とのクロストークである。植物ホルモンである s a は感染特異的遺伝子の発現と全身獲得抵抗性を共に誘導することによって病原菌に対する防御を仲介する。 SAR とは、局所的に、病原菌の攻撃を受けた植物が全身で、病原菌に対する抵抗性を得ることである。障害及び、病原菌応答は互いに逆に、相互作用するように見える。例えば、SA 線具体を合成する酵素である、フェニルアラニンアンモニアリアーゼを、サイレンシングすると、SAR は減少するが、昆虫に対する接触、抵抗性は高まる。 同様に、パルの過剰発言は SAR を高めるが、昆虫接触後の障害を応答は減少する。一般的に、生植物細胞中に生存している、病原菌は SA 誘導型防御に対し、ゆえに防御経路における、このトレードオフは、防御を最適化し、植物資源を守る。クロストークは、 JA とアブシシン酸やエチレンといったその他の植物ホルモン経路との間でも起こる。これらの相互作用は同様に異なる生活様式を持った病原菌及び草食動物に対する防御を最適化する。例えば、ミックに活性は JA 及び ABA 経路の両方によって刺激され、双方の経路からのシグナルを統合することができる。 アーフ1といったその他の転写因子は JA よび ET シグナル伝達の結果として起こる。これらの分子すべては特異的な障害応答遺伝子を活性化するために共同して働く。最後に、クロストークは防御に限定されない。JA および ET の相互作用は発生においても重要であり、これらに分子間のバランスはアラビナプシス内の正常な先端鍵状突起発生に必須である。 このようなクロストークを制御している分子を解明するためにはさらなる研究が必要である。ありがとうございます。